台湾というところに向かってます。前ですね、ずっと前に、山の階に、降り立った町なんですけど、そこにうちの先輩のですね、香港の、先輩の方のご自宅があるんで、ちょっと今後のちょっと住まいも今ちょっと迷ってるところもあるんで、それも兼ねて見学させていただきに行ってきます。海沿いってやっぱいいな。海沿いの街っていうのは本当にいいですね。どこの世界でもそうなのかもしれない。台湾です。こちらですね、シェア、ルームシェア、まあ、ちょっと1年の契約をどうするか、香港どうするかっていうの迷ってるんですけど、こういうのもありかもしれないですね。今日はクリスマスイブですね。今ですね、うちの、50歳のご夫婦、いつも、よくしていただいたご夫婦とこれからお食事なんですけど、それまでの間ちょっと時間があったので IFC モールに時間潰しに来てるんですけど、今ビッグセールですね。こっちはクリスマスすごく重要みたいで、明日25日は休みですね、会社は。すごい、このクリスマスと旧正月は香港で一番の課金入れ時らしいです。すごいですね。まあ特に何を買うわけじゃないんですけど、一応見てます。ミルガウスがこんなになってる、コラボロレックスなのかな。現常連さんの勤めていらっしゃるオフィスです。もう本当にもう1週間に2、3回は朝食事をごちそうになってますし、しかも香港にいるときは全てお支払いいただいてるんですね。本当はお客様なんですけど、まあ、今日も夜のクリスマスのディナーを呼んでいただいたんで、すごいすごくお世話になってます。クリスマス。タジスパイス。無料だな、俺。すごすぎる。すごい甘いの。砂糖、砂糖だこれ。デザートっていうことです。イエローズプラスと言います。これがこのように、あ、スワロフスキーですね。そう、スワロフスキーがついてます。ダイヤじゃないですね。レンズがですね、これミラーかかってます。キラ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 反射するんですね。それをミラーレンズって言うんですけど、サングラスとしてもメガネとしても使えます。日本のメガネです、はい、イエローズプラス、サバエで作ってます。